今回はデュベルというビールを飲みたいと思います。デュベルとは悪魔という意味です。これを飲んだ靴屋の主人が悪魔のようだと表現したことから命名されています。昔遊戯王でデュベルというモンスターがいましたよね。悪魔族でした。アルコール度数 8.5% とビールにしてはかなり高アルコールです。では飲んでみたいと思います。はい、では実際についでみました。色に関しては日本のビールとそこまで変わらないですね。スタイルで言うとゴールデンエールというものです。では実際に飲んでみます。とっても美味しいです。高アルコールなんですけど、とても飲みやすくて、ごくごくいけますね。とっても美味しいです本当に。今回はデュベルというビールを飲みました。3ヶ月に及ぶ熟成と瓶内発酵を行う手間のかかったビールです。ぜひ飲んでみてください。